今日は金曜日の夜、東海道新幹線のぞみ号に新横浜駅から乗り込みます。今の時刻もう9時になろうとしています。のぞみ号は本日満席、岡山行きの最終列車ということで、グリーン車を予約しました。グリーン車を乗って、そして新神戸という駅まで向かい、そこから先、三宮に出て、そして夜行バスに乗り換え、ものすごいスピードで目的地鳥取県の米子を目指すというわけです。朝の5時台には、5時前にはもう到着してしまうというものすごい早業であります。そしてそれからはその先、貨物列車 JR 西日本の山陰本線を経由して運行されている、普段は見ることのできない貨物列車、その鉄道を見に行こうということを計画していました。ただ正確に言ってしまうと、このように頑張ってね、夜行バスなどで大急ぎで行ったにもかかわらず、その列車は運転しないということが決まっていたのです。これは台風が接近していたことによるものです。だから大急ぎでやってきたのに、私は結局あんまりその早く来て意味を失ってしまったというわけでした。ただ米子の町に着いてから、藤原さんといううちのチャンネルの一番最初の頃に出てこられて、それからずっと準レギュラーとして、また知識の源としてさまざまご活躍をいただいている方も、また同じようにして山陰線の貨物列車の運行を見に来ようとして画策して山陰の地を訪れたにもかかわらず、その地で運休の知らせを聞いた私の仲間の一人というか、つまり二人で一緒に行こうという話をしてたんですが、行けないということになりましたので、朝の5時に今からどうしましょうか、米子の駅、鳥取県第二の町米子で頭はひねるということになりました。お前の行きたいところに連れて行ってやるよと藤原さんにいろいろと親切にしていただきまして、じゃあ僕キスキ線に行きたいんですけれどというわけで、キスキ線という路線のその出雲横田という駅まで送っていただき、珍しい JR 西日本のローカル線キスキ線に乗りました。この路線についてはもっと詳しく別の動画で紹介しておりますので、もし詳しく知りたければその動画スーツキスキ線とかで何日か後で調べると出てくるかもしれません。このような形で今、進行方向の右側の路線から入ってきた、線路から入ってきたんですが、これから先列車の進行方向が変わって左側に進みます。このような形をして、ものすごく険しい山を越えていくという変わった路線、三段式スイッチバックが有名なキスキ線、私も今まで乗ったことがありませんでしたので、これで乗ってみることにしました。変わった運行の仕方をする鉄道は、それだけでも名物になっていて、鉄道マニアにとどまらず数多くの人たちが観光客としてこの木月線に乗ることもあるようです。ただし本日は台風が近づいてきているからか、観光の時間ではないからか、観光用の列車でもまたないからか、この木月線が混雑をしているということはありませんでした。この動画についてはさっきも言ったように、もっともっと詳しくご紹介をしております。興味があったら見てみてください。こんにちは。さっきまでずっと木月線のところを通っておりましたが、そこからですね、車でこうずっと北の方まで来まして、一気に日本海側の、こちらは島根県庁所在地松江です。左側に見えているのが、これあれ宍道湖じゃないですよねとか言いましたが、すぐに、藤原さんから教えていただきまして、こちらがあのシジミが取れる宍道湖です。本日は10月の、6日なのかな、なんですけれど、かなり暑くてですね、折からの台風の影響で、今日その言い方が多いんですけど、台風がすごくやってきていまして、南からの暖かい空気を運んで、今韓国に上陸をしたところのようですが、ここも一応暴風域に入ってるらしいんですけどね、雲がものすごい勢いで動いてる以外は、特段変わりありません。あとは列車がいっぱい運休しておりますが、しかし特段この普段の生活、市民の生活は変わりはないようで、子供が一人遊んでいたりとか、この宍道湖の周りをランニングしている方がいたりとか、大体そんな感じです。松江 の中心街はね、この宍道湖沿いではありませんけれど、この先ずっと道を、こんな感じで道なりに進んでいきまして、この先にあります橋を渡って、その先が町の中心部になるそうです。いや綺麗ですね。あの旧字体は本当に後から雰囲気で作ったんじゃなくて、本当に旧字体使う時代から、酒屋。松江ってなんか街の雰囲気がすごい綺麗でいいですね。このお堀を巡っていく船に乗るのが名物らしいんですけれど、本日は台風接近、運休しております。真新しく国宝松江城天守と書いてありますが、つい3年ほど前に松江城も国宝に指定されることになりました。もともと江戸時代に作られたものが、確かに江戸時代の初めぐらいに作られた天守らしいんですけれど、それがそのままずっと使われてきて、で江戸時代の終わりに廃城になった後、陸軍省が、この土地を買って全部取り壊す予定だったところ、有志の手によって180円ほどだそうですが、みんなしてお金を集めて、それで、結局陸軍省からもう一回買い取って寄付して、それでこの松江城を保存するということになったんだそうです。
だから、まあ、昔はね軍が使ってたんでしょうけれど、こういったものこれの一部取り壊されずに残ったところだけが今でも見られていると、まあ、大体そんなところだそうです。藤原さんがブラタモリを通じて仕入れてきた知識らしいんですが、ここにこのようなレプリカの看板がありますけれど、2015年にこういった看板が出てきまして、慶長10年に竣工しましたみたいなのをこう書いたんですね。でその看板が出てきて、あ、これがもしこのお城の中の釘の跡にこううまくはまるところがあれば、このお城が慶長10年1611年に作られたことがわかるから、あ、そしたらじゃあ国宝に指定しましょうねということで、手当たり次第にお城の中の釘穴に突っ込んでいったそうで、そしたら割とすぐ見つかりまして、あ、これだと。でここにこのように掲げられていた、まあ、これはレプリカですが看板があり、慶長16年にできたということも、まあ、それで証明されましたので、めでたく2015年国宝指定ということになったんだそうでした。でこの場所はもともとじゃ何だったのかというと、塩蔵だそうで、塩を貯めておく場所で、この松江城は結構実際に戦うことを想定して、このただ置いてあるだけではないお城としても一応いろいろと考えられていたそう でここには有事の際に必要な塩、備蓄用の塩のありか、でそれを定期的に改めて、トイレ掃除の確認のハンコを、ね、トイレに飲食店で押すみたいなのありますけれど、あれみたいなことをやっている、そんな資料も出土したようです。多分井戸かなんかだと思うんですけど、覗いてみますと、下のあたりには金銀財宝ザックザクではないですが、100円玉、50円玉、1円玉、5円玉、その類がたくさん、なんでみんな入れたくなるのか不思議ですけれど、そういった使われ方をする前提のものではないと思うんですけどね。上がってきてね、こういうのよくある光景ですね。お城からこう外を眺めて見下ろすというこうありますが、こっちの方にもね、これも私も前にもこういうの何度も見たことあるわけですけれど、こんな感じのところがありまして、ここからこう鉄砲を出して、敵が来たら撃ちましょうみたいなことなので、まあ私もそういうもんなんだと思って見てましたが、これまた藤原さんにねこう教えてもらうと何度も面白いものがわかるもんで、いやよく考えたらね、こんなところにもうすぐそこまで敵が迫ってきてたらもうおしまいだろうと、確かにこうおっしゃる通りなんですね。こんなところまでこう敵がもう攻めてくるようだったらば、そこに今更そこにこう鉄砲みたいなものを突き出して何かやったって特に戦況が回復するわけもなく、まあ、せいぜいね、なんですか、もうやけくその一撃、もしくはまあ2発そんなものがもう与えられる程度、メンツを保つとか最後までよく抵抗しましたぐらいの言い訳にしか使いようがないという感じなんですが、こう石落としもですね、ここね、やっぱり日本の昔ながらの建物は大体こんな感じで急な階段ですから、これをちょっとこう石を持って登ってくるというのはね、これきつい傘ですよ。さっきまでね、ここは手すりに捕まってエッチラオッチラ登ってね、カメラが回ってるとこう元気よく登っていくんですけど。ここが天守閣の一番後ろの後ろで一番上のところ、一番上のところだけで、ね、なぜか金網とかもなく、このように宍道湖を見渡すことができます。宍道湖があって、宍道がどっち、あっちの方になるのかな、ちょっと自信がないから適当なこと言うのはやめとこう。あ、じゃあこの松江市の中心部のところは、まあ、見た感じですね、駅からだいたい2キロちょっとぐらいは離れておりまして、歩いたら30分ぐらいかかります。これからまずお昼ご飯をですね、こう食べに行くわけですが、カレーライスが食べたいかとこう言われました。あ、カレーライス、はい、カレーライス食べたいですね。これ私の、ね、好物カレーライスですから、今からじゃあ今度唐突にカレーライスを食べに行くことになったわけです。ちなみにどんなカレーライスなんですか？みたいな。僕極端に辛いもの食べられないんですけど。大丈夫大丈夫。あ、大丈夫、安心です。今撮っているこの道路の右側に一畑電車があります。まあ、私ね、出雲大社に行くのに出雲市の駅から乗ったことあるんですけど、松江にも普通に街中まで入ってきてるんですね。正直知らなかったですが、こんな感じで宍道湖のほとりをこちらも走りますんで、眺めはいいもんです。宍道湖はね、まあ、この例えばサイドミラーを宍道湖だとしますと、こちら側に山陰線が通っておりまして、でこちら側に一畑電鉄が入っている、まあ、大体そんな感じのところです。波もさっきまでは立ってなかったんですがね、台風が随分強くなってきましたから、さっきよりも随分ね、こうバシャバシャとやっている感じで、空の上の方にさっきサギがおりましたけれど、こう羽ばたきながらね、バックしておりましたんで、なかなか風も強く、鳥が押し流されるほどというわけです。あの家なんか大変そうだな。
道路までですね、この防潮堤を越えて波が来ておりまして、この車にも水がかかってます。うわすごいな。これはね、一応あの真水ではなくて汽水になってますんでね、あの塩分も含まれておりますから、ちょっと窓が汚れちゃいそうですね。後で掃除を手伝う必要があるかもしれません。今藤原さんがまた目ざとく見つけられたんですけど、あ、今飛んでった。でもいやいやダメだ、あれあそこ電車が、しかも今電車来るみたいですけど、あ、来た来た。どうすんだあれ、止まるわ。電車運転中止の瞬間を、ああやっぱ、ああ電車運転打ち切りになっちゃったんだな。今ああいうものがあって、ちょうどそこに折しも電車が接近するというところで、まあ分かりましたよね、線路が支障されてました完全に。で反対側にも絡まってたからね、運動会のゴールテープがもう切れないかのような状態になってたわけですけど、市場だけ電車もちょうどここで運転見合わせというわけです。どうするのか分かりませんが、多分運転手さんが降りていって撤去してまた運転再開ということになるんじゃないのかと思います。割と深刻なことになっておりまして、手前のところから伸びてきたこれ金属製なんじゃない、これ金属製ですよね多分、ビニール、はい、あ、ビニールだそうですけど、あの架線のところにですね絡まりかけておりまして、完全に絡まってるわけではないようなんですけれど、まあ、しかし大体こんな感じですよね。これら列車が運行することはできません。台風の影響で横の新宿もこのように地獄と化しています。このような感じです。もう完全に電車は足止めです。今この瞬間に抜けりゃいけるんだろうけれど、すぐまた上に絡まってしまうでしょうから、どうするんでしょうね、こういう場合って。ここに行ってハサミでちょん切って突っ込んでいってもらえれば、そしたら多分、でもそういうもんでもないのかな、どんどん絡まりが広くなっていくような気もします。要はの物はこれですからね、私たちのすぐ目の前に通っているこれですけど、運転手さんが、ね、今外に降りてこられて全て回収されましたので、とりあえず列車の進路は今確保されました。今ですね、私のゴールデンまで飛ばされまして、ちょっと大変なことになっています。この中にね落ちてしまいました。まあ大変だってことじゃないけど、昨日買ったばかりの298円の3色ボールペンがもう一瞬で無き物になったのです。列車の復旧はまだまだ時間がかかると思われるということで、もう進路はまあ確保されるまでの一連の流れを見ましたから、まあいいだろうということ、これで、もうこの場所を去ることにします。やっぱ台風っていろいろ影響が出るんですね、まだこれからですからね。と思ったらね、運転再開、いやまさかその一連の全ての流れを沿線から見届けることになるとは思いませんでした。結構観光客らしき人の姿も見えますけど、これ強風で今度は電車が止まるんじゃないかという気もします。踏切で一旦停止してからまた出発するようです。いよいよさっきよりもすごいことになってきましてね、台風もまだまだこれから接近してきますんで、もっと強くなります。波もなんだかこう不穏な感じ、まあ、まだあの辺ですからね、あそこの波は水にはかかない、あの道には来ないでしょうけれど、さすがに今日はね、鳥もみんな一生懸命ですよ、全力で羽ばたいてます。まだまだ余力あんの、すごいね、鳥ってあんなことまでできるんですね。さっきもね、あの上の方にいた鳥も3羽ぐらいいたんですけど、すぐどっかあっという間に消えてしまいましたよ。今宍道湖のですね、まあ、これ今出雲市って書いてあるんですけど、あの北側のこの湖畔のところに出てまして、この宍道湖これこうありますが、こっち側のこっちに今 JR 山陰本線が走ってる、大体そんな感じです。市畑薬師と書いてあります。右折15分、まあ、それぐらいの距離だそうですが、もともと市畑電車というのはここに来る人がすごい多かった時代に、そこへ行く人を裁くために作られたんだそうです。さっき藤原さんから教わりました。もう今日は藤原さんにおんぶに抱くことになっております。そうですね、まっすぐ行ったところにあの出雲空港と新地駅があるようです。夜見たら怖いって、すごい剥がしたあそこにもある。今日は風が強いわけですけど、この辺りの古い住宅ではよく見られる光景です。確か前に1回、ね、皆さんにお伝えしたかもしれないけど、こんな感じであの風が強く吹いてくる方向からこんな風に防風林を設置しております。そして今日は、ね、ちょうどそれがまたあのその方向にですねうまく機能しておりまして、
あの松の壁によってあのお家は守られているというわけです。まさにうまくバッチリ機能している日ですよね。こんなに防風林がうまく機能しているその瞬間を見たのは初めてでした。さっき出雲縁結び空港とか向こうにありましたけどね、まあ、空港自体皆さんもご覧に入れてないと思いますが、この近くに、ね、旧陸軍の飛行場の跡があるらしいですね。練習で飛んでたんですか。まあ練習場だね、らしいです。私も飛行場の跡っていうものは見たことはないんですよね。今ここでこのようにソーラーパネルがねずらーっと並んでいます。まあこれは余った土地をまあそういう風にして活用しているということなんですが、それから今ちょうどそれが終わりましてね、この部分、まあなぜこちらにもやってないのかっていうのはまあいろいろ事情があるんでしょうけどね、コンクリートが打たれていて、まあこれがつまり戦前に打たれたものという。ダメだやっぱり、ここは飛行機をいろいろこう持ってきて、それで飛んでいくのがブーンと練習していたらしいです。陸軍ではなく海軍だったようですけど、旧海軍大社基地管理施設群と書いてあります。太平洋戦争末期の昭和20年3月から6月にかけて、旧氷川郡須佐村地内の、新川廃線地、ああなるほどね、ここに川があったの、川をまあこうなんかなくしたんですね、そこに、建設された海軍の航空基地ですと書いてあります。あ、これ陸上自衛隊出征訓練場跡って書いてありますから、出征でいいんですよねこれね。違う、出祭か、出祭、訓練場跡って書いてありますから、自衛隊になってからも最初は使ってたんですね。ここにこの飛行場に配置されていた飛行機の中にはウォーカーという飛行機もあったそうで、まあ飛行機っていうのはあの中で人間 の, あの乗せたまま耐えたり前提の飛行機みたいなんで、私もこれの名前は聞いたことありますけど、あの配置はされたんだけど使わなかったと、そういう風に書いてあります。旧海軍なんですけど、その後使ってたのが陸上自衛隊ってことなんですね。こっちからこうやって見ると、あーなるほど、確かにこの奥のところまで全部ね、その飛行場と考えれば確かにそれなりには使えるものでしょう。ちなみにこれ見ますと、売り払い予定地、と書いてあります。国から管理業務の委託を受けて管理しているのが宮尾産業有限会社さんだそうです。さっきまでのルートをたどりますけれど、この松江市からですね、新宿の北側を回って、そしてここからこういう風に縁結び空港から、このように今内陸に入っているところ、まあ、さっき多分この辺にね、旧海軍の飛行場とか、まあ、そういったものがあったんだろうと思いますけれど、で連れてきていただいたのはこちらです。ここは桜の木が、まあ、今は名もないですけどね、湯村温泉です。前に有福温泉にも連れてきていただいたんですが、その時の動画もまだ出してないんで、多分この動画が先に出ると思いますけれど、湯村温泉っていうのは川沿いに温泉が湧いているところとして有名なんだそうでして、まあ、一応かなり中国山地沿いなんですけれど、そうだな、まあ、新地駅の南ぐらい、まあ、大体そういうイメージでいいかと思います。まあ、さっき地図でご覧に入れた通りです。温泉元湯湯の神館坂降りて 30m と書いてあるから、もう温泉地にやってきていることはこれでも十分分かりいただけるでしょう。温泉街というほどの温泉街はありませんが、この右側にありますこれね、これが湯の神館温泉宿で、左側にお金を払って入る普通の温泉があります。元湯です。元湯というところがまあ大体スタンダードな温泉ですよね。いや、いいですね。風がちょっと強いけど、温泉上がってアイスクリームですよ。コーヒー牛乳も売ってましたけどね、私あんまり飲まないんですね。モラル的にそれが許されるのかどうか知らないんですけど、さっきの川沿いの露天風呂のところにね、これ持ち込んで風呂に浸かりながら食べても美味しいかもしんないですね。で、どなたもいらっしゃらなくなったところで、ここの温泉のちょっとまあ探訪をしたいと思います。探訪と言えばいいのかな、分かりませんけど、よしよし、あ、普通のこういう河原ですよね。河原です。こんなところにね、ちょっとしたのがありまして、さっきここにもおじさん入ってたんですけど、これですね、ちょっと心配なんですけど、ポケットからなんか物落ちてしないかな、大丈夫かな、大丈夫かな、大丈夫ですね。はい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 、これあーあったかい、あったかい、これあったかい。こっちにもですね、こんな感じ、まあこれがこのままね、こう出てるところがありまして、こちらまたこうあったかいんですね。こうあったかくなって、そこら辺もなんもないときは、川の増水してないときは水たまりができるようでして、でそこら辺でも入浴できるらしいんですが、もう今は増水してる関係で川とつながってしまいまして、残念ながら温度が下がっておりますから、まあ、こっちはですね、かなりぬる湯というか、まあ、真水に近いような温度。知らなかった、カモ岩倉遺跡って、皆さん分かります、日本史をねやった方だったら分かると思うんですけど、確か銅鐸か何かが出土したところと書いてありましたけどね、そういうんで思い出しましたよ。そう言った瞬間に藤原さんが速攻で左のウインカーを点灯させて、よっしゃーということで車を回してくれます。
早速銅鐸です。まあこんなあのこういう風なことはしちゃいけないですけど、これはまあ多分あのただのああいう風に作ったものだと思いますので、まあ、あんま気にしなくていいでしょう。ここからしばらく歩くらしいんですが、5時までが時間だそうです。藤原さんそんなとこまで知ってるんですよね。よく知ってるなって感じなんですけど、私が生まれる、まあ、1年ぐらい前にですね、あのここでなんか農道を整備してたらいきなり、39個の銅鐸が発見されるって書いてます。なんかこうパワーショベルでガラガラガラってして なんか出てきたぞ、なんだこれ、バケツじゃないのとか言ってたら、銅鐸だったということだそうです。あの山陰本線がこうあってね、直江とか出雲市とかありますけど、ここら辺にこれ今現在地鴨岩倉遺跡、山を隔てたところには荒神谷遺跡があって、そっちからは銅剣がいっぱい見つかったそうです。見学してきました。まずあの銅鐸って何に使うのっていうのは、あの、まあ、お祭りの時に使うんだろうなっていうのは私も知ってましたけど、あの具体的にはちっちゃいものに関してはゴーンとこういう風に鳴らすようなこともあったそうだし、まあ、それからですね、それがだんだん転じて大きいものになってくると本当にそれを吊り下げたりとか持ったりしてゴーンとやっていたのかどうかは分かんないそうでして、あの装飾品にね、あの使うなんていうこともあったそうです。 こんなすごい金ピカなもの持ってますってこう自分の力を見せつける、そういう使い方よくある、よくどっかで聞くような話ですけれど、あのそういうものがあのステータスシンボルとして使われていた時代もあったそうです。ちょっと風が強いから銅鐸の方向けないんですけどね。この今私の立っている小高い部分を道道を作るのでもう全部取り壊してしまおうということをやっていた時に、ちょうどここでパワーショベルでガーッと言ってて、なんかこうポリバケツが出てきたぞと、よく見たらこれポリバケツじゃなかったんですね。これがね銅鐸だったわけです。で、出土の、方式ですね、このように入れ子と言いまして、ちっちゃいのと大きいのと内側と外側とでね、こういう風に入れているような方式で出たものが多かったそうです。で、淡路島でもこの間っていうか、まあ、銅鐸が出たらしいんですけど、あの淡路島でもこういう風な感じで入れてあったから、なんか意味があって入れてたんじゃないかという話ですが、よくわかりません。また、この確か内側に入っていた銅鐸のことだったかと思いますけれど、淡路島で出てきた、発見された銅鐸とですね、あのこの出雲の、まあ、ここで出雲っていうか、まあ、ここでね出てきた銅鐸と、でそれがあの同じものがね、あの出てきたんだそうで、同じものっていうのはつまりあの同じ金型ではないですけど、あの同じ型から作られた、そういう銅鐸が出てきたんだそうでして、淡路島とそれからこの鴨岩倉遺跡と両方で出てくるってことは、そのなんかこうじゃあどっかあの別のところにこう集中工場みたいなのがあったんじゃないのということで、大阪府の茨城市にそういうものを作るような工場があったそうです。また、この地方でもあの金属の鋳造ぐらいはできたわけでして、もしかしたらこの辺でも作っていたのかもしれないけど、まあ、そういうのはよくわからない、よくわからないことがいっぱいあるんですね。39個だからそれぐらいの数の銅鐸がですね、こんな感じで、まあ、ある程度1箇所にまとめられて、しかも意図的に穴を掘って埋められた、そんな跡が残っていたそうですから、つまり、まあ、埋めようということですね。よくわかりませんけど、ね、人間だってよく考えれば、死んだ生き物をね、穴掘って埋めてあげる、あれだってもしかしたら後の人からしたらわけのわからない行動かもしれません。まあ、そんな感じですよね。ここにこう穴掘ってこんなものを埋めて、私たちには一体何が目的だったのかよくわかんないけど、まあ、意図的にこうやって大きいのとちっちゃいのを重ねたりしているし、なんか宗教的な意味があったんじゃないかということですが、よくわかりません。これにつきます。藤原さんに連れてきていただきまして、今もう夜名護まで来ております。私ねずっと助手席でね、藤原さんも寝てないのに寝させてもらってすいませんという感じなんですけど、これからここで何やら名物など食べられるそうです。スーパーの曲が流れてるな。下町、東京の下町の方では二個掘りにしたやつがあるとか。へー、小さいところだったっけ、無料だったの、無料じゃなくて定額払ってた。